欧州連合の言語は、欧州連合の加盟国内の市民が用いる言語。多くの言語があるが、特に EU の公用語とされるのは23の言語である。EU のポータルページであるヨーロッパでは、l a n g u a g e ヨーロッパ ,S アセットとされ、欧州委員会にも多言語主義を担当する委員がおり、2007年以降は、レオナルド・オルバンが務めている。 EU において言語政策は加盟国にとって大きな課題であり、また EU には共通言語政策というものがない。このため EU の機構において補完性原理に基づき言語に関する分野を支える役割を担っている。EU 初期間の役割は加盟国間の協力を促し、またヨーロッパという範囲において加盟国の言語政策の促進を図るものである。 EU は、域内の市民に対して、複数の言語を話すことができるように努めており、特に母語に加え2つの言語が話せるようになることに力を入れている。EU では、教育制度に関しては加盟国個別で政策が実施されていて、EU 自体の影響力は限られたものであるが、多くの EU の財政計画では、言語学習や、言語の多様性の促進に重点が置かれている。 EU の公用語は欧州経済共同体理事会において規定されている。規則1、1958では EEC において用いられる言語について以下の通り定められている。EU の公用語の数よりも加盟国の数の方が多いのはいくつかの言語が2つ以上の国で使われているためである。例えば、オランダ語はオランダとベルギーで、フランス語はフランス。 ベルギーとルクセンブルクにおいて、ドイツ語は、ドイツ、オーストリア、ベルギー、ルクセンブルクで、ギリシャ語は、ギリシャとキプロスで、公用語とされている。また、英語は、イギリス、アイルランド、マルタで、スウェーデン語は、スウェーデンとフィンランドにおいても使われている。しかし、同時に、アイルランドではアイルランド語が、マルタではマルタ語が、フィンランドではフィンランド語が、公用語となっており、 各国の言語に対する加盟国内の全体的な比率は関係なく EU の公用語となっている。さらにすべての加盟国の言語が EU の公用語となってはおらず、例えば、ルクセンブルクでは1984年にルクセンブルク語が公用語となり、キプロスではトルコ語が公用語となるが、いずれも EU の公用語にはなっていない。EU のべての言語は、 作業言語となっている。ある加盟国の法納管轄を受けている個人や、加盟国自体が、欧州共同体の機関に対して送付する文書は、その送付者が選択した、公用語を使用することができる。またその文書の返答に使われる言語も送付した、文書と同じ言語で作成される。規則及びその他、申請文書は24の公用語で表記される。 EU の公表誌オフィシャルジャーナル・オブ・ザ・ヨーロピアン・ユニオンは24公用語で出版されている。法令や重要な公文書は全24公用語で作成されるが、重要度の低い文書では必ずしもそうではない。国家当局に対する伝達や特定の個人、団体を対象とした決定や書簡などの文書は必要とされる言語にのみ翻訳される。EU 機関では 内部での目的に関しては法令により言語を選択することができる。例えば、欧州委員会では内部での作業を行う際には英語、フランス語、ドイツ語を使用することができ、すべての公用語を用いるのは公式情報や伝達の際に限られる。他方、欧州議会では自分の使用する言語で書かれた文章を必要とする議員がおり、そのため最初から 複数の言語で書かれた文書でなければならない。非 u 機関では全24言語で文書を作成することは法的な義務となっていない。EU の英語版サイトによると、機構の翻訳などの多言語主義政策の維持に毎年11億2300万ユーロがかかり、これは EU の年間予算の1%に相当し、市民一人あたりでは2.28ユーロの負担となっている。 マルタ語は EU の公用語とされているが、欧州連合理事会は2004年5月1日から移行期間を設定し、この間すべての法令をマルタ語で表記する必要はないとされた。その後、一旦欧州連合理事会で移行期間を1年延長することが合意されたが、正式な決定とはならなかった。これにより2007年4月30日から、 EU の機構によるすべての新たな法令はマルタ語でも採択、作成されることになった。アイルランド語は EU の公用語の一つとなったのは2007年1月1日以降であるが、アイルランド語はアイルランドの第一公用語であり、北アイルランドでも少数言語となっている。1973年アイルランドは EEC に加盟したが、 それ以来 EU の諸条約ではアイルランド語を公用語と同じように扱い、正式に条約において使用される言語として認証された。また EU の機関に対してもアイルランド語を使用することができるようになった。2005年6月13日、ルクセンブルクにおいて第2667回欧州連合理事会の総務対外関係理事会における 前回一致での決定を受けて、アイルランド語が EU の21番目の公用語とされることが発表された。ただし特例が規定され、他の公用語とは違って、すべての文書がアイルランド語に翻訳されないとされた。しかしながら、この決定により、欧州議会と欧州連合理事会で承認された、法令はアイルランド語に翻訳され、また、アイルランド語から翻訳された文書は、 欧州議会の総会や欧州連合理事会の会合において用いることができるようになった。なおこの規定は2007年1月1日より効力を発するようになった。アイルランド語を EU の公用語として翻訳や文書の発行にかかる費用は年350万ユーロ程度と見込まれている。この規定は発行から4年以内に見直され、その後も5年ごとに再検討される。 アイルランド語は加盟国内においてあまり使用されていない EU の公用語であり2006年の統計調査ではアイルランドの人口は424万人であるが多少の知識を持つものは166万人であるが完全な母語としているのはわずか4万から8万人の間とみられているまた北アイルランドではアイルランド語の知識が多少あると 自己申告した者は16万5000人である。さらに小規模ではあるがアイルランド語を話すコミュニティが世界中にあり、最もコミュニティの規模が大きいアメリカでは2万5000人がアイルランド語を話すことができる。イギリスの EU 離脱を受けて英語が公用語から外される可能性があるとされている。イギリスの他には加盟国ではマルタとアイルランドにおいて英語が 公用語に規定されている国となっている。しかし、アイルランドではアイルランド語、マルタではマルタ語が第一公用語として制定されており、EU はその国が通達した第一言語のみを公用語とするという規定通りに行くと、イギリスの EU 離脱により、英語が公用語から除外されることになる。マルタにおいてはマルタ語が97%の母語であるが、アイルランドにおいては、 ほとんどの国民が EU に大一言語として通達されたアイルランド語ではなく英語を日常生活で使用していることや英語はすでにフランス語、ドイツ語と並ぶ EU の作業言語となっているために英語が公用語から除外された場合は問題となる可能性がある。スペイン政府はバスク語、カタルーニャ語、バレンシア語、ガリシア語について EU における 公用語の地位を与えることを模索してきた。戦術の第2667回欧州連合理事会において、正式な作業言語以外にも加盟国によって承認された言語を EU のレベルにおいて限定的に使用することを認める決定を下した。欧州連合理事会では、規則1、1958において言及されている、加盟国の最高法規によって、または、 慣例的にその全土、または一部の領土で国語として使用されている言語、以外の言語については、法令でその地位を定めるとした。このような言語を正式に使用することは、欧州連合理事会と使用を求める、加盟国間での調整に基づくとされている。ルクセンブルクの公用語である、ルクセンブルク語や、キプロスの公用語である、トルコ語は、未だ、 これらの規定が適用されていない。カタルーニャ語、ガリシア語、バスク語カタルーニャ語、ガリシア語、バスク語はスペインにおける全国規模の公用語ではなく、スペインの憲法によって特定地域での共同公用語とされており、これらの言語は2005年6月13日の欧州連合理事会決議により EU の機構において正式に使用することができ、スペイン政府は この規定に同意した。カタルーニャ語は数百万人の市民が話す言語であるが、その地位については議論されてきた。1990年12月11日、カタルーニャ語の使用は欧州議会決議の定めるところとなった。2005年11月16日、地域委員会議長、ペーター・シュトラウプは EU スペイン代表部大使、カルロス・バスタレチェ・サグエスとの間で、 合意文書が取り交わされ、その中で、スペインの地域言語が、欧州委員会の通訳を介して、e、EU の機関で使用することが認められた。2006年6月3日、欧州議会事務局は、2ヶ月前に一度拒否していた、スペインの州からの提案である、欧州議会内で、バスク語、カタルーニャ語、ガリシア語の使用を承認した。2006年11月30日、 欧州オンブズマンである、ニキフォロス・ディアマンドロスと EU スペイン代表部大使、カルロス・バスタ・レイチェは、ブリュッセルにおいて、スペイン市民が、欧州オンブズマンに苦情を申し立てる際に、バスク語やカタルーニャ語、ガリシア語のスペイン国内での3つの共同公用語の、使用に合意する文書に署名した。この合意によると、翻訳する組織を、スペイン政府が財政を負担して設立し、 先の言語で苦情の翻訳に当たるとされている。またこの翻訳組織は、オンブズマンの決定をスペイン語、カスティーリ語から、苦情の申し立ての際に使用された言語に翻訳する。なおこの組織が設立されるまでは、苦情の申し立てに、先の言語を使用することはできない。ウェールズ語、スコットランドゲール語、スコットランド語戦術の2005年6月13日決議で、 議論された議会の質問を受けて、イギリスのヨーロッパ担当閣外大臣、ダグラス・アレクサンダーは、同月29日に、イギリス政府は、今のところ、イギリス国内のウェールズ語、スコットランド・ゲール語、スコットランド語などの言語に関して、同様の規定を作成する計画はないと述べた。欧州憲法条約における、規定欧州憲法条約では、起訴された当時は21の言語を、 Eu の公用語としており、これにルーマニア語、ブルガリア語、トルコ語の加盟。参考報告の言語を付記していた。これに関しては、以下のように規定されている。アーティー・クルフォー－四百四十八、ディストリティメイオル・ソビー・トランス・レーテッド、イントゥ・エニーザランゲージ・ザーズ・ディパーミンド、バイメンバース・テイツ・アマング・ゾーズ・ウィッチ、イン・アコーダンス・ウィズ・ゼコンスティューショナル・オーダー。 Enjoy official, status in all or part of t h e territory.A certified, copy of such translations shall be provided by the member states concerned to be deposited in the archives of the council 第4部第448条本条約は、加盟国の憲法の定めにより、その領域の全部、または一部において、公用語の地位を享受する言語の中で、 加盟国が決定したものに翻訳されることもある。この場合における翻訳の当本は当該加盟国により作成され閣僚理事会において保管される。欧州憲法条約は全加盟国により調印されたもののその批准過程においてフランスとオランダでの国民投票で拒否されたため発行が断念された。移民が母語としている言語は EU 機構及び EU 域内においては正式な地位や認証が与えられておらず、また EU の言語教習プログラムの対象となっていない。加盟国政府、または地方政府において移民に対する授乳国の言語習得支援が実施されている。およそ1000人に1人が国内で通用する手話を大一言語としているが、大二言語として使用しているものは、 さらに多い。加盟国の増加により、手話の認識に様々な形態が出ることになり、例えば、ベルギーにおいては、フラマン手話と、フランス手話イギリスでは、イギリス手話がある。また北、アイルランドでは、アイルランド手話と、北アイルランド手話があり、両者とも、公用語として認知されている。1988年6月17日、欧州議会は、 各国の手話に関する決議を全会一致で可決した。この決議では、全員加盟国に対して、各国内の手話について、手話を使用する市民、とりわけ聴覚障害者の言語の権利をより尊重し、保護する目的で公用語として認証するよう求めている。欧州連合の名称を、欧州連合の公用語で表記すると、以下の通りとなる。 欧州憲法条約は、加盟に候補国の公用語にも翻訳されていた。これらの言語での EU の名称表記は以下の通りとなる。将来加盟が見込まれる国の公用語表記は以下の通りとなる。EU 加盟国内で使用されている上記以外の言語では以下のように表記される。その他の言語での表記は以下の通りである。 以下の表は2005年11から12月に調査され、2006年2月に発表されたヨーロピアンズザ・ゼアーランゲージズと題された欧州委員会によるスペシャルユーロバロメーター243に基づいて作成されている。なお本調査は2007年にブルガリアとルーマニアが加盟した EU 拡大前に実施されており、部分調査であって全体的なものではない。 当時の加盟全25カ国と2007年に加盟するブルガリアとルーマニア加盟候補国のクロアチアとトルコに住む15歳以上の市民28,694人を対象に聞き取り調査を実施した。なおこの数値に移民は含まれていない。表1では普段の会話ではどの言語を母語として使っているか、または大二言語あるいは 外国語として使っているかについて、市民の回答の割合を表している。全体の18%がドイツ語を母語としており、この数値は EU においてドイツ語を母語とする人が最も多いということを示す一方で、英語は EU において最も広く話されている言語で、あることがわかる。また100%のハンガリー人、100%のポルトガル人、99%のギリシャ人が、 それぞれの国語母語としている。表にでは、外国語の知識について、各国で様々な様態があることを示している。EU において、特に多く使われており、また日常話される。第二言語あるいは、外国語として使用できる三つの言語は、英語、ドイツ語、フランス語である。割合が示されていないのは、その言語はその国において、日常使用される。 第二言語あるいは外国語として使用される三つの言語ではないということを示している。青で表示されているのはその国において公用語として使用されているものであり、緑で表示されているのはその国において主要な言語として使用されていることを示している。一番右の列の平均値は三言語についての平均であり、その国の住民がどれだけ多言語的であるかを示す。 数値である。なおこの数値は正式な調査によるものではなく、ドイツ語、フランス語、英語を公用語とする国では多言語的であるかについては関連性が低い。これらの国については3つの言語の中で、公用語としていない2つの言語での平均を取る方が適切である。英語の知識がある割合ドイツ語の知識がある割合フランス語の知識がある。 割合 EU 加盟国の市民の56%は、日常の会話において、自身の母語以外の言語を使用している。これは2001年、当時 EU 加盟国の数が15であった時に、調査した時よりも9ポイントを上回っている。また日常会話が十分にできる水準で2つの、外国語を使用することができると回答したのは28%となった。 ただ一方で回答者のほぼ半数にあたる44%が自身の母語以外の言語がわからないとしており、およそ5人1人の EU 市民は言語学習者で、その時点で言語能力の向上に努めているか、12ヶ月以内に学習を始めると回答した。英語はヨーロッパにおいて最も広く使用されている外国語となっている。イギリス。 アイルランドなど4カ国を除く EU の市民の38%が会話をするのに十分な英語の能力を持っている。また14%の市民は母語の他にフランス語かドイツ語を理解している。フランス語は南欧地域で最も学習されあるいは使用されており、特に地中海沿岸地域、ドイツ、ルーマニア、イギリス、アイルランドでは盛んである。 その一方でドイツ語は、ベネルクス、スカンディナビア、最近 EU に加盟した諸国において、学習や使用がなされている。調査対象の29カ国中19カ国において、英語は、母語以外の言語として最も広く理解される言語であり、特にスウェーデンの89%、旧英領のマルタで88%、オランダで87%などとなっている。また、 ドイツ語やフランス語も参加国において同様の結果が示されている。さらに EU 市民は英語の自身の水準について他の大二言語や外国語よりも高いと考えている。77%の EU 市民は子供に英語を学習させるべきであると考え、イギリス、アイルランド、ルクセンブルク以外の調査を実施したすべての国では英語は 最も重要な言語であると認識している。英語を母語、または、大二言語、外国語として使用している EU 市民の割合は51%に上り、その後にドイツ語が32%、フランス語が28%と続く。母語とは別に2つ以上の言語を話すことができる。住民の割合を見ると、トルコでは5%、アイルランドでは13%、 イタリアでは16%、スペインでは17%、イギリスでは18%にとどまっている。複数の言語を話すヨーロッパ市民は、若い世代で十分な教育を受けていたか、あるいは学生に多く見られ、また居住国以外の国に生まれ、外国語を職業上の理由で使うか、学習意欲があることが背景に挙げられる。 したがって、ヨーロッパ社会の大部分が多言語仕様の恩恵を享受していないということが言える。無料の語学レッスンや各人の都合に合わせられるような柔軟性のある学習コース、学習しようとする言語を母語としている国での習得の機会について、これらは言語を習得しようとする人がその意欲を強くするきっかけとなっている。一人の講師に対して、 複数の人数で受ける、レッスン、学校での語学の授業、講師との一対一でのレッスンや学習する言語が、使用されている国での長期滞在や、頻繁に訪問することについては、言語習得の上で最も適している方法であると、考えられている。EU 域内においては、数多くの地方言語、少数言語が使用されており、いずれも EU では一定の地位を持っているとは、 認知されていない。しかし中には加盟国内において一定の地位を持つものがあり、公用語よりも多くの市民が使うものもある。以下は EU が25カ国体制の時の地方言語、少数言語である。上記一覧においては、人口言語や、加盟国がその国の公用語の方言とみなしている、ものは含まれていない。しかし、このような方言とされているものの多くは、 言語学者により独立した言語として広く扱われている。例を挙げると、英語の方言とみなされている、スコットランド語やロマンス諸語もイタリアで話され、イタリア語の方言とみなされる、ベネト語やナポリ語、シチリア語などがある。ロシア語 EU においては公用語とされていないが、ロシア語は最近の旧東側の加盟国の一部において広く使用されている。 ロシア語を話す市民は、ドイツである程度の規模のコミュニティを形成しているほか、ラトビア、エストニア、リトアニアに住むおよそ130万人の、スラブ系住民が母語としている。またこれらの国々では、ソビエト時代の教育過程で必修となっていたため、スラブ系以外の住民もロシア語を理解できる。またあまり母語とは言えないものの、ブルガリア、ポーランド、チェコ、 スロバキアの住民の多くと、ハンガリー、ルーマニアなどの一部の住民もロシア語を理解でき、EU 内では8番目に多く使用される言語となっており、全体ではおよそ7%の市民がロシア語についてある程度の能力を持っている。EU においては、世界各地の様々な言語が移民のコミュニティで使用されている。ベルギーと旧西ドイツ地域の人口の2%、 オランダの人口の1%がトルコ語を話していると推測されている。また広く使用されている移民言語として主にフランスとベルギーではマグリブアラビア語がイギリスのインドア大陸地域からの移民が使用するものにウルドゥ語、ベンガル語、ヒンディー語がある。さらにバルカン半島の言語も EU 域内各地で移民やユーゴスラビア戦争やその後の政情不安で 祖国を離れた難民により使用されている。EU には多くの数世代にわたる移民のコミュニティが点在し、現在その移民は2つの言語、すなわち居住地の言語とコミュニティの言語を使用するようになっている。EU 公用語の多くはインドヨーロッパ語族のゲルマン、ロマンス、スラブの3つの語派に属している。ゲルマン語派に含まれるのはデンマーク語、オランダ語、英語。 ドイツ語、スウェーデン語があり、EU の中部、北部において広く使用されている。ロマンス語派に含まれるのはフランス語、イタリア語、ポルトガル語、ルーマニア語、スペイン語であり、主に西部や南部で使用されている。スラブ語派に含まれるのはブルガリア語、チェコ語、ポーランド語、スロバキア語、スロベニア語、クロアチア語で EU の東部で見られる。 バルト語派にはラトビア語とリトアニア語がケルト語派にはアイルランド語がそれぞれありギリシャ語はそれ自身がインドヨーロッパ語族の単独の語派の一つとなっているインドヨーロッパ語族以外のものとしてエストニア語フィンランド語ハンガリー語がウラル語族のフィングゴル語派に属しマルタ語は EU の公用語の地位にある中で唯一アフロアジア語族のセム語派に属している ほぼすべての EU 公用語はラテン文字で表記されるが例外としてギリシャ文字を使用するギリシャ語とギリル文字を使用するブルガリア語がある EU の立法権及び言語政策に関する発議権は EU の基本条約の規定に基づいている EU において言語政策は加盟国のもとで行われるものであり EU としては共通言語政策というものを持たない 互換制原理により EU 機構は言語政策に関して補助的な役割を果たすものであり加盟国間の協力を促進しまた加盟国における言語政策について特に言語の教育や普及を通してヨーロッパという次元を普及させる共同体の機関における言語について規定する法令は欧州司法裁判所規定にあるものを阻害しない限りにおいて 欧州連合理事会で全会一致により定められる。原文、または EU 拡大により翻訳された文書において使用されたすべての言語は等しく成分とされる。EU 市民は EU の機関に対して文書を提出する際には欧州連合理事会で定められたいずれの言語を選択して作成することができ、その返答も同一の言語で作成される。 欧州連合基本権検証では法的拘束力は持たないが EU は言語の多様性を尊重することが謳われておりまた言語の違いから差別することを禁止している言語の多様性を尊重することは EU の基本的価値でありこれは個人や他の文化に対する解放性他の民族の需要と同様のものである ブリュッセルの欧州議会議場に設置されている翻訳ブース EU の年間予算規模は1億2000万ユーロであるが1990年にリンガープログラムを開始してから毎年の予算とは別枠で毎年3000万ユーロの資金を投じサクリティーズプログラムやレオナルド・ダ・ヴィンチプログラムを通じて言語習得を促進しているこの資金は講師の外国での要請 学校ごとの外国語教育助手の配置、生徒に言語習得への関心を持たせるための交換留学、CD やインターネットでの言語履修コースの創設、言語習得の有利性の認識の奨励などに使われる。戦略的研究を通じて欧州委員会は優れた言語習得の実践のために議論や方法の開発、交流を推し進めている。 さらに流動性や国境を越えた協力関係を助長する共同体のプログラムの作用の大部分により、プログラム参加者は言語習得の意欲を高めている。交換留学制度、姉妹都市制度、欧州ボランティアサービスも多言語主義を促進する役割を果たしている。1997年以降、 カルチャー2000プログラムにおいて、およそ2000の文学作品をヨーロッパの言語に翻訳するための予算が組まれた。さらに通訳に関するプログラムが2007年から2013年の予算概案で示され、これらの事業に対する支援の継続と発展が見込まれている。加えて EU ではヨーロッパの少数使用言語についての委員会や、 ヨーロッパの少数使用言語を研究する大学で組織されるメルカトルネットワークに対する財政支援を行っている。欧州議会の要求を受けて欧州委員会では EU の新たな外局欧州言語習得多様成長の設置に関する調査を2004年に開始した。この調査においては多言語主義に関して十分に満たされていないニーズがあるとした上で 欧州言語習得、多様性庁の創設や、言語多様性センターネットワークの設置を提言した。欧州委員会はこのネットワークについて、次の段階としては、最も適切であり、可能であるならば、既存の体制を基礎にして構築するべきであるとしている。つまり、欧州委員会として、すでに提唱されているライフロングランニングプログラムを、通して、 長期的な財政支出が可能であるか検討に入るということである。また別のステップとして、欧州中央銀行や欧州域外、国境管理協力局など公共機関のウェブサイトについて、英語以外の言語版のものを作成することも挙げられる。EU 関連の条約ではないが、加盟国はヨーロッパ地方言語、少数言語検証を批准している。同検証の批准は、 新規加盟の際の必須条件となっている。言語習得を奨励するため、EU では欧州評議会が主導した欧州言語年2001を支援し、また毎年9月26日を欧州諸言語の日と定めている。このほか実践的な協力、普及のため、加盟国に対して欧州委員会は2003年7月24日にプロモーティング、 ランゲージラーニングリングイスティックダイバーシティアンアクションプラン2004から2006を2005年11月22日には A New フレームワークストラテジーフォーマル o r m u l t i l を発表した2004年11月22日のバローゾ委員会発足以降欧州委員会教育文化担当委員の職務について言語についてもその職域都市教育訓練文化 多言語主義担当委員が設置され、ヤーン・フィゲルが務めることとなった。2007年1月1日からは言語について専門的に取り組む多言語主義担当委員が新設され、レオナルド・オルバンが務めている。EU ではポータルサイトエウロパの言語について特化したサブサイトエウロパ・ランゲージズ・ポータルを設置している。ありがとうございます。